いよ、でもいいよ、川島くんすごいね。でも小林くんがいなくなるとボタン押してる人は、じゃあもう始まってからだから、うん、うん、いいよいいよ、うん、オッケーオッケー、もう始めていいんですか。もうそうですね、6時ですもんね。いいですか。じゃないですか。はい、じゃあ行きます。お願いします。はい、皆さんこんばんは。はい、始まってるんですかね。感謝。はい、ということで、今日もユナイテッドノンカタの方、今日はですね、あの2回目じゃなくてノンカタなんで、2件目という言い方で、はい、前回に引き続き、前回の放送がですね、実は嘘じゃないですよ、これすごく大好評でした。ありがとうございます。につきまして、今回第2回ということで、2件目の、ユナイテッドノンカタという感じで、始めさせていただければというふうに思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、じゃあまず早速ですけど、徳重代表から、はい、徳重さんから一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。鹿児島も緊急事態宣言が出ました。本当に、大変な時期ですが、皆さん協力をしてね、できるだけ本当に自宅で、もうできるだけじゃないですね、ちゃんと自宅待機して、できるだけこうその待機の期間を短くして早く収束をして、また皆さんと会えるように今頑張っていきましょう。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、我々こう放送してるのはこうただ徳重さんと僕がやりたいからっていうわけじゃなく、やっぱりこうやって今非常事態宣言が出てお家にいることが長くなる時間が増えた中で、じゃ僕らまでこう暗くなってしまったら、こうじゃあ誰が明るくするんだと、明るい話題を届けるんだということで、今回感染症対策を万全に行った上で、この放送を行っております。まずは、そうですね、密室ではありませんということ、換気もしっかりして、いる部屋で行っております。また、スタッフも最小限の人数で行っておりまして、そういうリスクもしっかり管理してやっております。で、また、あと一つはそうですね、スタッフはしっかりマスクを着用して、この配信を行っております。今ありますね、3密って言って、密集密接、密閉密集密接ですね、はい、をしっかり守ってやっております。また、前回と同様、徳重さんと僕仲が悪いわけではないんですけど、今回しっかり、前回もでしたけどメジャーで2メートル測りまして、しっかりとした距離測って、放送を配信を行っております。皆さんとたくさん楽しく、飲んでいきたいと思っております。で、前回もそうでしたけど検温の方もしっかり行っておりまして、僕の方が今回、前回は36度7分とかでしたかね、で今回は、36度4分と、はい、前回よりも低い形になってます。徳重さんは？これ36.2度です。はい、はい、ということで、はい、2人とも大丈夫ということで今回も放送を行っていきたいと思います。皆さんも大丈夫ですかね。皆さん体温しっかり測ってくださいね。で、また、はい、で、大丈夫ということなので、早速ではありますけど、もう乾杯の方にどんどん移って、皆さんとのこう会話も含めてやっていきたいなというふうに思ってるんで、皆さんの会話と、それからいろんな企画もちょっと考えてますんで、ぜひぜひ乾杯の準備をお願いします。はい、徳重さん、もう先にバッチリ作ってますからね。もちろん。あれ、今回は何割ですか。島美人さんの、はいはい、島美人さんのソーダ割りに、前回どうしたんですね、レモンを、レモンが入りました。スタッフが用意してくれましたんで、前回なかったレモンが入りました。はい、はい、レシピがあるんですかね、島美、ね、レモンの、そう、僕はあんまり知らなかったですけど、徳重剛流というか、はい、島美レシピと言いまして、まず、島美人7、それから炭酸水3、そしてプラスでレモンを入れると、カットレモン、これが抜群に美味しいというですよね。はい、おすすめです。おすすめみたいなんで、ぜひ皆さんもされてみてください。これ島美割りっていうみたいです。島美レモンですね。あ、すいません、島美レモン、はい、島美レモンです。ぜひぜひお願いします。
よろしいですか、皆さん。どうでしょう、乾杯の準備はできましたでしょうか。今日は豊かも飲むんじゃないですか。あ、そうなんです。前回僕、ソフトドリンクだったんですけど、あまりにもちょっと徳重さんの飲みっぷりが良すぎたので、僕もちょっと今回飲ませていただこうかなと思っておりまして、奈良さんの徳重割りで、ソーダ割りで、はい、いただきたいと思います。じゃあ皆さん、乾杯の準備よろしいでしょうか。それでは一緒にユナイテッドの方、乾杯乾杯乾杯、いただきます。すいません、本当にいただきます。はい、ということで、美味しい、美味しい、美味しい、奈々さんってやっぱ抜群ですね、うん、抜群、抜群の割り方ですね。ということで、これから、まあ、いろいろ今日企画があって、じゃん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 僕進めていかないと追いつかなくなっちゃって、スタッフに後から怒られちゃうんで進めていきますけど、まずはですね、あ、そうだ、未成年の方、未成年の方はダメですよ、ダメですかね、ソフトドリンクで、はい、飲まないです。ダメですよ、未成年は、絶対ダメですよ。はい、はい、で、今日はですね、早速であるんですけど、前回も、ご紹介しました、ユナイテッドの、まだ開幕はしてませんけれども、スタジアムでユナイテッドのスタグルということで、ユナマルシェですね、はい、ユナマルシェ出してくださってる方々の料理をここでちょっとご紹介させていただこうという、で実際今回持ってきていただいたんで、じゃあまず何からいきますかね。はい、じゃあまずは炙り生ハム、炙り生ハムサンドですね。はい、セレンディピティさんの炙り生ハムサンドからいただいていきましょうかね。はい、はい、ご覧になれましたでしょうか。セレンディピティ、セレンビティピティ、セレンビティ、セレンディピティさん、はい、こちらですね。はい、炙り生ハムサンド、お、うわ、すごい美味しそう。去年も出てましたもんね、セレンディピティさんは。はい、はい、昨年も、出していただいて、いや、美味しそう。うわ、すごい、この生ハムがすごい入ってるんですよね、ユナマルシェで。確かに。で、生ハムといえばあれですかね、何かって言ったらお酒に合いますから。はい、お酒に合うので、ちょっと飲んでばかりじゃん。あ、すいません食べあ、食べてください、はい、感想聞きたいので。じゃあ、いただきます。どうぞどうぞ。じゃあ僕もいただきます、一緒に。いただきます。すごい量が多いな。すごいですよ。いただきます。生ハムがすっごい入ってる。おいしい。これおいしいって言ったらいけないって兄に教えられたんですけど、うん、食レポで。なるほど。いや、おいしいっす、間違いなくおいしいっす、これは。うわ、うまい。で、なんと容器の方、え、あ、間違いないって来てますね。ありがとうございます。これはおいしいです。徳重代表のシャツいいっすねって。お、これ後でご紹介しますから。後ほどご紹介しますね。いいですよね、見えますか、白が似合うんですよ、また。はい、いい男なんで、僕白が似合わないんでね。すごい、続々とコメントたくさんいただいてますね、ありがとうございます。そうで、この、セレンディピティさんの、炙り生ハムサンドが、なんと結構大きいんですよ、大きさ。さっき見せましたけどね、これで500円となっております。でお酒に合いますし、何より僕結構調味料いいのかな悪いのかな好きなんですけど、タレが美味しいんですよ。タレが何ですか、秘伝のタレなのかな、なんか多分普段あんまり味わわないようなタレ、独特のタレなんで、多分自分のところでこう作ってらっしゃると思うんですけど、あとは持ち運びがしやすいですよね、やっぱり。はい、っていう感じで、はい、この生ハムサンド、炙り生ハムサンド、ぜひ皆さんも、ね、今、コロナで、まだ開幕はしてませんけれども、開幕ってなった時は、ぜひ、食べてみてください。で、もう次なんです。早速、次の料理なんですけど、次が、お惣菜のお店、上野屋さんの、なんと、顎肉をご紹介しようかなと思います。もう徳重さん、顎肉が大好きですから。いや、大好きですね。はい、
いやもう JFL の時から来ていただいてますからね。ちゃんと覚えてるんですよ。JFL の時からアゴリグ。ありがとうございます。で、ほら、もうコメントがいっぱい来てますね。二人ともイケメン。いいですね。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。初めてやりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あとは、走りながら聞いてますかと思いますね。走りながら。前を気をつけて、二人ぶつからないように。ちゃんと前を見てくださいね。はい。もうそんだけ見てくれるっていうのはすごく嬉しいですけどね。はい。それから、島美人徳重さん割やってみます。おお、すごい。どうですか、美味しいですかね。美味しいですよね。すごい、すごい、すごい、はい。ありがとうございます。あ、その T シャツ欲しいです。あー、いいですね。どっちだ、え、見えてんだろ。どっちの T シャツだろう。どっちかな。僕のこの T シャツ、わかります？これ、ユナイテッドのウォーキングアプリですね。はい、アプリ。明治安田生命さんのウォーキングアプリで、徳重代表が、歩いた数より多かった人から抽選でこれをプレゼントしますっていう T シャツなんですけど、非売品です。すずりさんで作ったやつですので、すずりさん、ぜひググってみてください。すずりでググってみてください。はい、はい、これ徳重社長ですかね。はい、これはマスコット T シャツ。はい、こちらグッズです。これ初めて皆さんにお見せしてますけども、初めてですよ、ユナイク。はい、これはね、4月の下旬から発売開始ですので、Jリーグオンラインで発売開始です。2970円、税込みです。はい。はい、もうすぐ皆さんにお届けできると思います。はい。はい、しっかりもう、徳重さん、カンペを読みながら、はい、説明していただきましたけど。間違えるとね、そうなんですよ。良くないですか。そう。この前。この間僕は間違えちゃったんで、はい、平田屋さんにすごいご迷惑をおかけしまったので。はい。で、この着てるユナイクなんですけど、お人形もあって、ぬいぐるみが。すっごい人気があって、今ちょっと欠品中で、今在庫というか、製造急いでるんですけど、そう、急いでるんですけど、間に合ってないので、はい、で、また出るっていうちょっと話を小耳に聞いたので、はい、出ただけはまた皆さん、お知らせしますので、ご購入ください。ちょっと顎肉を、はい、じゃあ顎肉を、これは顎肉はお惣菜の、お店、お惣菜のお店、上野屋さん。どうですか、感想を、じゃあ、美味しい以外でお願いします。やっぱりお酒に合う、なんだろう、これ豚の顎ってこの顎じゃないんですよね、多分。あ、そうなんですか。ほじゃない。顎肉ってどこの肉なんですか。僕知らなかった。僕なんか顎肉じゃないということだけ知ってますけど、ほほ、うん、どこなんですか、はい、逆に教えてください。どこなんだろう、めちゃくちゃ美味しい。お、美味しい、美味しい、すごく美味しい。食感もいいし。徳重さん、はい、ニュードが見てるみたいです。うわ、ニュードが、ニュード、ニュード、ありがとう。オブリガード、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 ありがとう。うん、あ、こめかみ、あ、おとかこめかみのあたり、こめかみの肉なんですね、顎肉って。僕、顎かと思ってました。なんか脂肪が多すぎなくていいですね、なんかこう、そうですね、脂身が。で、ここでなんですけど、今回ですね、アサヒビールさんより、もう2杯目ですよね。はい。2杯目はちょっと、スタッフに、これをって言われてて、アサヒビールさんからですね、実は、先月発売された、アサヒザリッチという、商品をご提供いただきました。ありがとうございます。皆さん見えますかね。で、徳重代表に、飲んでいただきます、はい、で、飲んでいただいている間に僕がちょっとご説明の方をしていきたいなと思ってるんで、はい、朝日座リッチ見てください、もう缶の色も、缶の色もユナイテッドカラーじゃないですか、はい、素晴らしい。ちょっと島美さんのグラスですけど、はい、ちょっと、はい、いただきますが、で、僕ちょっとご説明しますね。朝日座リッチは、プレミアムビールの上質さ、それから贅沢感を、目指した新ジャンルのビールです。現在ではアサヒビール新ジャンル商品として最大級の原爆樹エキス濃度に、することでコク深い味わいを実現。チェコザーツーさんの、最高級ファインアロマホップを一部使用し、爽やかな香りで食事に合わせやすいバランスの取れた味わいとなっておりますということですね。じゃあいただきます。はい、ぜひ感想を。
またパッケージも、手触りもよく、ユニコーンと獅子で、高級感のあるデザインです。徳志さん、味はいかがですか？わ、確かに、ね、いや、すごいなんかこう、麦汁のこう味がすごいくるんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ飲みやすいです。飲みやすい、飲みやすい、まあなんか、あ、おいしい、おいしいじゃダメなんだよねいや、OK ですよ、全然 OK です。いや、これね、なんていうか、もう一本開きましたよ。なんていうか、コク深いっていうのがなんかぴったり合う。そう、コク深い。いやー、美味しい。原爆重エキス濃度にすることでっていう、すごいですね。ファインアロマホップ、はい、やっぱ色もやっぱり濃いですもんね、うんうんうん、だから、まあ、よく飲んでるビールよりもだいぶ濃くて、すごいですね。いやー、これは美味しい。そしてさ、缶の手触りが違うんですって。え、普通の缶と何、手触りが良くて、はい、あ、パッケージですね。パッケージは手触りが良くて、ユニコーンと獅子がこうイメージされてるんですって。ユナイテッドカラーですね。なんかこう、そうなんですよ、ユナイテッドカラーなんですよ。わー、かっこいい。はい、で、僕はあのこの前ちょっと聞いたんですけど、あ、僕は、はいはい、どうぞ。この前、前回の件で、はい、初めて飲んだ焼酎何ですかって言ったら大五郎って言ったんですけど、言いました、言いました、はい、あれもアサヒビールさんの。あ、そうなんですか。はい、もう後で知ったんですけど、はい、もうすごい。じゃあもうアサヒビールさん、いただきます。乾杯。乾杯。皆さん、ザリッチをよろしくお願いします。ユナイテッドカラーですかね、これね。はい、いや、はい、コク深い。すごいですね。本当にコク深い、これは。わー、素晴らしい。ありがとうございます。今回僕も飲んでるから喋る人がいなくなっちゃう。そうそう、あまり時間がね誰が喋るんだって。まあでも飲む方なんでね、こういう緩い感じでいければいいのかなとちょっと思いながら。皆さんも飲んでますかね。ね、そう、ハイペース飲んでくださいよ、しっかり。徳重さん、ハイペースだなって言ってたんですけどまあ、あの、大丈夫です。前回同様ですから、いつも通りです。いや、でもね、この前も、はい、あのの飲み方の後に、はいはい、いろんな人から、はい、なんかペース早かったねってすごいいろんなところから言われたんでなんですかね、こう、まあ、これがマイペースというか自分のペースですんで。いや、でも徳重さんがあのペース乱したっていうか、こう飲まなかったら徳重さんじゃないです。 ない、はい、じゃらしくないんで。あ、もうどんどん飲んでいただいて。分かった。はい、どんどん喋って食べていただいてください、はい、で、今、ご紹介したのがお惣菜のお店、うん、上野屋さんのあご肉ね、すごく美味しかったですね、うん、このこめかみとか頬の肉があご肉っていうみたいですね。全然硬くなくて、もうずっとこう味わい深いというか、美味しいんですよ。美味しい、すごく美味しいです。うん、美味しいって言うなって言っときながら。あ、トロマ選手見てくれてるみたいですね。たくまー、たくま、ありがとう、ね、ちょっとトップチームもちょっと活動休止になって。そうなんですよ、本当に大変だと思いますけど。どうなんだろう、今過ごし方というか。どう過ごしてんだろうね、今日とかね。教えて、たくま、どう過ごしてんだろう今、こう活動が止まった中でね。ガンガン飲んでるとかって言われたらちょっと嫌だよね、なんかね。飲んでるっていうだけは言うなよ、言うなよ、絶対言うなよ振りじゃないんで、はい、で、次、肉の名門島田屋さん。はい、肉の名門島田屋さんから、とろとろ軟骨チャーシュー丼。うわの、ご紹介です。うわー、すごい、いつもありがとうございます、本当に。実はですね、これ僕食べたことありまして、めちゃくちゃ美味しいです。いや、島田屋さんのはもう間違いないでしょ、はい、これ本当に。島田屋さんのね、とろとろ軟骨ですから、ただの軟骨チャーシュー丼じゃないですかね。とろとろがついてますから、とろとろチャーシュー丼ですかね、うん、あ、で、さっきのお惣菜上野屋さんの、あご肉は、この量、このさっきの量が入って、500円となっておりますね。いや、ね、そう、これで500円なんですよこれでびっくりですよ。これ3日ぐらいか、ね、いけます、いけます、いけます。はい、一人暮らしだったら3日いけます。3日間に分けて食べれますんで。そうな。でもこれちょっと冷めても
本当に柔らかい。そうなんですよ。冷めても柔らかいってなかなかないですよ。はい。あ、包み。堤、去年、ユナイテッドに在籍してた堤選手、あの金髪のですよ、うん、今、エージェントになって、髪が黒くなってますけど、今もお世話になってます、本当に、はい、お世話になってます、本当に、ありがとうございます、うるさいですよ、あのインスタライブしようって、はい、今度やってあげようかなと思いますけど、堤も来てもらってさ、そう、堤もここに、こう来て、はい、今度、空いてますんで、うん、来てよ、ね、それに対してのコメント待ってます。選手じゃないからね、飲んで大丈夫だからね。そう、うん、やろうやろう。ただ金髪じゃないから、あの久々に見たから違和感しかないと思うんですけどね。誰だろうこいつって、はい、なるかもね。そうなんですよ。これ徳島さん、ちょっと召し上がってください。島田屋さんの、もう食べてます、はい、本当にトロトロ軟骨チャーシュー丼。これね、軟骨とは思えないほど、なんかこう、いや伝えたいけど伝わらないだろうな、前回同様、うん、ねえ、本当に、いや本当こんな軟骨ないですよ、これ軟骨じゃないって、もう徳成さんが、うん、島田さん、これ軟骨じゃないんじゃないかって言うぐらい、あのもう柔らかいし溶けていくこの舌触り、どうね、っていうか多分皆さん軟骨っていうとやっぱりちょっと食感がこうあったりとか、コリコリしてるイメージありますよね。はい、全然ない、全然ない、軟骨じゃないんじゃないかっていう、軟骨じゃないんじゃないか、コリコリしてる感じが全くないないっていう、はい、すごい島田さん、すごいです。これ今度ちょっと教えてください。家で作ってちょっと、はい、シワの株をあげたいなと思ってるんで。あ、その他たくま、あれですよ、飲む、今飲む飲むヨーグルト飲みながら見てますって、ねえ、偉い、ありがとうございます。本当にアスリートの鏡だたくま、本当に素晴らしい。デイリーさんのね、そう、うちのスポンサーのね、はい、デイリーさんの飲むヨーグルトを多分飲みながら見てるんだろうなと思いながら、すごいな、ちゃんとこうやってレスポンスに対して答えてくれるっていうのがね、嬉しいですね。なんかあります？ジョンも。おお、ジョン・ガブリエル、新加入の、193センチあるジョン・ガブリエル選手見てますよ。ありがとう、ジョン。ジョン。でも、今見てらっしゃるユナイテッドを応援してくださってる方々もそうですけど、選手と同じ時間を今共有してるわけですよ。それってなかなかいい時間なんじゃないでしょうか。いや、だからね、はい、俺思うんだけど、はいはい、緊急事態宣言出ました、出ましたね、はい、なかなか外出できません、はい、ここでなんかこう一気に暗い雰囲気になるんじゃなくて、はいはいはい、なんかこういう状況の中でじゃあどうみんな楽しめるんだとか、今後こうね、この後どう世の中していこうかっていう、まあいい考えるきっかけだし、うんうん、ここをどう楽しく前向きに過ごせるかってすごい重要だと思うから、なるほどですね、なんかこういうのをね、こうプラスに変えれる力が欲しいよね。そうですね。だから選手、そしてまあ豊か、こうみんなで、はい、なんかこう盛り上がっていければ鹿児島ユナイテッドっていうなクラブのね存在意義もあるんじゃないかなって僕なんか思うんですけどね。どうだろう。ね、素晴らしい。ネガティブになっちゃうとそれこそコロナに負けてるような気がして。そうですね。ね、確かに気をつけないとはいけないですけど、うん、ただでもその時間の過ごし方として。うん、もっとこうポジティブに考えて楽しく過ごす方が今後に対してプラスになるんじゃないかと、うん、僕も思います。それはすごく本当そう思う、はい、だからここでネガティブになると負けだと僕は思ってるから、そうですね、やりましょう、みんなで盛り上げていきましょう、盛り上げていきましょう、この中でできることをやっていきましょう。そうですね、今見てる皆さんもそうですけど、ホゲッチも見てるって、マジか、ホゲッチホゲッチホゲッチも見てくれてるって、ホゲッチこれホゲッチ、ニュード、ジョン、ホゲッチ一緒に見てんじゃねえだろうな。ああ、そうかもしれない、もしかしたら密接じゃないだろうな、皆さん。そうですね、大事大事、多分そこは多分ちゃんと守ってくれてるんだよ、大丈夫だと思います。今だって園田選手、ジョン・ガブリエル選手、それからホゲッチ選手3人、あとニュードか、ニュード4人見てくれてますから、選手がその同じ時間を皆さん共有してるんですよ。素晴らしい、こんな時間なかなか始まらないですよ。ね、そんな中、もう僕と徳重さんがこう画面に映ってるのはなんか申し訳なくなるぐらいですけど、選手が出てくれたら本当は一番いいんでしょうけど、はい、でも今一緒に時間を共有してますから、はい、続々と行きたいと思います。どんどんね、コメントいただいて答えていきたいなと思いますけど、今日はでもなんとあのね、クイズとかもなんか準備してるんですよね。今日はできればあの選手クイズとかも良かったんですけど、ちょっと急だったんで、
あのこの2人に関するクイズになってしまうと思うんですけど、答えていただいて、なんと正解いただいた方には、お、今回は救急だったら何もないですよ、すいません。本当に、いやいやいや、じゃあこれあげよう。あ、これあげます、うん、なんとかこれあげよう。じゃあ僕もこれあげます。僕と取れるダメ。あ、いいよいいよいいよね。あ、これいいよ。いいって、ほらこれもいいでしょ。一枚だけ、一枚だけ。もう一個作ろうか。いい？いい？ダメか。こっちはね、こっちはダメだけど。こっちはダメみたいな。こっちはじゃあプレゼント。5名。そう。5名様に。正解した中の方からとかできるのかな。これどうぞ。できる？できる？どう？大丈夫？今ね、スタッフの川島くんっていう人がいるんですけど、彼が正解を言った中の方から、なんとか頑張って正解者を探して、うん、はい。正解者の中から、じゃあ1名。ごめんなさい。なんかね、1名って出たんで。1名。はい。これあげましょう。お、でもこれ。でも4、あ、4問って言っていいのかな。うん、大丈夫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 。4問あるよって言って。4問。はい。正解者、正解者っていうのは、まあ、その、なんていうの、コメントを出してくれた人ってことでいいのかな。はい。答えてくれた人。うん、答えてくれた人の中から、2人のいるかな。僕のサイン入りこのマスコット T シャツを、うん、だから4問だから4名様でね、1問につき 1, そうです、ね、1枚をいいの、いいのプレゼントします。本当にいいですか。もうこれしよう。あ、もうはい、じゃあもう代表が言ったらもう決定ですから。いやだから4問出すんで4枚ということですね。4枚もう赤字覚悟でやってますから、はい、今回大西も、大西翔吾選手、おーちゃん、ゴールキーパーの大西選手、おーちゃんね、昨シーズン、まあ、安順選手っていう素晴らしい選手がいたのになかなか出れない中で、かや沼選手を見てる、すごいっすね。後ろ走れ、かや、かや、もうおいで、かや、おいで、早く、今ならおいで、今ならおいで、多分間に合わないですよ、終わる頃につきますね。いやいやいや、あいつなら来るよ。すごい、皆さん、大西選手、かや沼選手、ニュード選手、それからジョン・ガブリエル選手、ホゲッチ選手、わあ、そうだ。それからニュード言ったっけ？言ったね。すごい。ありがたい。みんなソノダも見てますか？みんな見てますかね？すごい。同じ時間共有してますよ。嬉しい、ね。なんかクイズやるから今からね、選手の皆さんもそうですけど答えてください。はい。答えて、返信ください。僕見てますからね。じゃあもうクイズ行きましょうか。早速ですから。はい。もう読者さん食べながらじゃんじゃん飲んでください。じゃあクイズの方行きたいと思います。準備やるしゅうでしょうか。はい、じゃあクイズやったんでちょっと僕も変えますね。クイズモードに、はい。いや、スタッフが僕帽子をかぶった笑いましたけどね。これもでもグッズなんですよ、ユナイテッドの。似合わない、ね、あ、にそう、僕みたいな顔の人は似合わないかもしれないですけど、はい、これハットですかね。じゃあ、問題の方にもう行っていいですかね。はい、問題の方に行きたいなと思います。これ分かる人いるかな。でんでん、鹿児島ユナイテッド、田野豊が、僕ですね、田野豊が鹿児島ユナイテッドで初ゴール、ユナイテッドになった初ゴールを決めた相手はどこ。監督です。はい、こちらですね、初ゴールを決めた相手はもちろん右、どこだ、右に出すとこ行ったし、どこだ、はいはいはい、もうちょっと見えますかね、見えますかね、見えますかね、はい、見えます、はい、どこでしょう。1番見えます、あ、ちょっと寄せてください、はい、お願いします。1番が、バンラーレ八戸、はい、バンラーレ八戸、今 J3 にいますね。ユナイテッドでしょ。そう、うん、僕がユナイテッドになって初めてゴールを決めた試合はどこの試合でしょうっていう。はい、1番が、バンラーレ八戸、はい、そして、2番、これどれ、あ、SP 京都ですね、 SP 京都で、3番が、FC 丸安岡崎、はい、この3つから答えてください。お、来てる、コメントめっちゃ来てる。1番八戸アウェー、バンナーラ八戸、みんな知ってるな。徳重さん、体絞れました。お京都って来てる。1番、すごい、レスポンス早っ、早
早い、めっちゃ嬉しい。一番一番みんな一番一番めっちゃ来てる。え、ユナイテッドないでしょ。カンプノーでゴールできてる。バンラール八戸、うん、え、大丈夫ですか皆さん、本当それでいいんですか。ユナイテッドになって初ゴールですよ、僕の。ちなみに、ユナイテッドで、リーグで僕ゴール取ったの2得点だけです。あ、2点しか決めてません。はい、2点しか決めてない中でこの初ゴール、わかります？じゃあそろそろ正解の方、じゃあいいですか。え、本当に1番でいいんですか皆さん。2番3番ありますけど、岡崎ハテナで迷ってる人もいますけど、マリアスだってね、マリアスの試合覚えてますか。あれはね、そう、 J3 に上がるのが決まって、そう、最終戦ホーム最終戦ヘディングで決めたんですよ。新中剛っていう今、アンダー18、ユナイテッドのアンダー18の監督をしてる新中剛っていう男からクロスボールが来て、山田優也っていう今スクールにいる男がスルーをして、その来たボール僕はヘディングで決めたんですよ。それ覚えてますよね。それが初ゴールだって言ってくれてる人もいますけど、正解は、いいよ、1番は、はい、バンダーラ八戸のアウェーでした。あれ、はい、これが初ゴールじゃん。あれ初ゴール、そうなんですよ。ユナイテッドレッド初ゴールはこの1番、バンダーラ八戸戦。あ、や、今でも忘れないですよ、あの感覚は。はい、どんなゴール本当決めたかな、そんな。いやいやいや、なんちゅうこと言うんですか徳成さん。決めてますから、もうありました、アウェーで、うん、でも来てました、ちゃんと来てました。はい、なんか入ったかどうかわかんないゴールだった。いや、じゃないです、じゃないです、ちゃんと決まりました。疑惑のゴールって言われて、疑惑のゴールは僕は取ったことないです。それは疑惑でもノーゴールになった試合です。 JFL 事情を、まあ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 、はい、はい、そこはありがとうございます。じゃあ次、今1番バンラール八戸戦、しかもアウェーまで入れてましたからね。わあ、すごい。田野さん太ったって聞きますね。太ったよ。はい、1キロちょっと太りましたけど、でも加藤フィジカルトレーナーの、うん、はい、トレーナー、かやもうすぐ着くって、かやもうすぐ着く、早くおいで、早く、はい、急いで急いで。で、なんだ、次の問題、はいはい、次の問題は、あ、徳重さんにまつわる問題ですね、はい、じゃあ2問目いきますよ皆さん、はい、2問目。あ、そうね、今だから正解は1だったわけ。正解は1番、その中から1枚に、ちょっと声をサイン入りであげます、はい、今ね一生懸命スタッフの川島くんがメモってますんで、はい、正解者の中からっていう感じで、はい、じゃあ次、徳重代表に関する問題です。はい、はい、準備はいいですか。で、皆さん、未成年じゃない方はお酒もどんどん飲んでくださいよ。皆さん飲みながらですよ。そうそう、ね、飲む方なんで一緒に飲みながら徳重さんめっちゃ食べて飲んでますけど、はい、いきますあ、すいません、ごめんなさい。皆さんも酔っ払ってます。はい、僕もちょっと今日お酒飲んでるんでごめんなさい。はい、徳重剛はサッカーをプレイしていました。得意なポジションはどこでしょう。前回もね、はい、お話ししましたけど、やってたんですよ一応。いやいや、めちゃくちゃやってて、で、中学卒業して高校行かずブラジル行こうとしてましたから。そうね、それぐらいサッカーに本気に情熱燃やして、はい、でもこれぐらいサッカーに情熱持ってる人じゃないと自分のやってた仕事、会社を捨ててまでまあまあ、ね、まあ言い方悪いですけど、捨ててまで鹿児島に帰ってきて地元にプロチームをって言ってこうやって代表できないですからね。これぐらい情熱持ってる人なんですよ、男なんですよ。っていう徳重さんが、サッカーを本当にプロを目指してやってた中で、得意としてたポジションはどこでしょうっていう。はい、もう2分ぐらいですね、1分ぐらいか、考える時間は。はい、1番がゴールキーパー。はい、1番がゴールキーパー。あ、ちょっと体型的なねぽい感じもしますけど、昔はもっともっとキュッとスリムだったんで、はい、で2番、2番がディフェンダー、2番がディフェンダー、そして3番がフォワードというこの3択です。はい、お答えください。2番飛びますすごい来てる。2番飛びます。2番ディフェンダー徳重さんに会ったらリフティングしてもらおう。3番、2番、2番が多いですね、ディフェンダー。はいはい、
ディフェンダーっていう、おお、すごい。2番が多い。はい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 。じゃあ、あと10秒。あと10秒で締めます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい。じゃあ、正解の方は徳重さんから、どうぞ。はい。3番の、ディフェンスをしないフォワードです。はい、正解は3番フォワードでした。セントリアなんですよ。昔はね、守備しなくてよかったですよね、フォワードは。今はダメですけどね、はい、今はちゃんとフォワードも守備しないといけないですけど、昔は本当に、はい、攻めるだけの守りが苦手なフォワードでした、うん、本当に申し訳ないです。はい、もう謝る必要ない。今じゃ生きていけないです。本当に申し訳ない。本当に、はい、っていう感じで、はい、ちょっと時間が押してるみたいなんで、急ぎましょう。どん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 行きたいと思います、はい、じゃあ3問目、よ、4名もらえますかね。 3問目いきます。行きましょう。はい、じゃあ3問目はちょっと吐きますね、ごめんなさい。あ、これいい問題だ。これちょっと時間使っちゃうかもしれない、はい、写真問題ですね。泣いちゃうな、これは。写真問題なんでね。こちらですね、ドン、見えますかね。見えるかな、大丈夫ですか。はい、この、はいはい。もうね、本当に気の利くスタッフがいて、僕のここにマヨネーズがついてるから取ると。はい、ありがとうございます。本当に3問目がですね、いや、もうこの写真を見て、そう、なんて思ってるかですか。この時僕、田上豊、僕と徳新さんが写ってるんですけど、田上豊、僕が、どう思ってたか、どう思っていたか、はい、この時思ってたことは何でしょうという、はい、はい、いいですね、はい、問題です。これが、あ、ごめんなさい。はい、で、写真を見た中でこちらが問題になります。これは何ですか。面白い回答を待ってるということでいいんですか。面白い、そう、この写真を見て、こちらですね、田上豊がこの時思ってたことは何でしょうっていう。ごめんなさい、これは何の日なんですか。ちなみにこれはちなみに僕が着てる T シャツが、J3 って書いてあるんですけど、うん、あの、J3 が決まって JFL から J3 に上がる最終戦、上がることが決まっていて、はい、が点を取った時、ね、僕がゴール決めた時ですね。はい、わ、ヒントですね、これは。僕が思っていたことは何でしょう、うん、トイレに行きたい。いや、2億円足りなかった日ではない。いやいや、待って、引退って来てますけど、引退はこの時は思ってないです、僕は。はい、まだサッカーがしたいですとかそういう話じゃないですか。面白い、ほら、髪の毛切りたい。わー、いいね。おしっこ行きたい。これは面白い回答に回答、あの、正解を与えるタイプ。どうしようかな。一番面白い回答でいいんじゃないでしょうか、これ。どうでしょう、これから天文館行く、大喜利的な。だってもう普通の答え来ないもん。やばい、漏れたとか。明日の一名俺や。皆さん面白い。鹿児島に生まれてよかった。おい、いいね。いい。これもう言えないコメントも来てるし。え、読めない。あ、読めないコメントも来てる。サッカーがしたいです、先生。それなんか違うやつだ。いい、うん、もうバスケのやつだ。ファミリーマートの店長職はどうしようかな。はい、ああ、確かに。そうです。斡旋してました。中野の会、明日の南の新聞楽しみだ。給料上げて、パンツ履いてくるの忘れた。嫁を抱こうって。そりゃダメですよ。はい、 YouTuber になりたいってもうなっちゃったらしい。なっちゃいましたけどね。さ、じゃあもうそろそろ正解いきましょうか。正解、すごい、コメントがもう途切れないです。どうしましょう。正解があるんですね、これ。すごい、このコメント、はい、しびれないですか。あ、違う、違うか、ちょっと違うか、いやな、違うか、マジで漏れた。ちょっとまともなの来ないですかね。今日の夜のお酒美味しい、先生宿題やったけど家に忘れました。お、面白いね。わ、いいね、これちょっと、これ面白い、面白い、すごいよ、すごい、来てもありがとうございます。コメント面白い、本当に面白い、すごい、いや素晴らしい。もうでも決められないです、これ。
じゃあ一番レスポンス早かった人にしません？これいける？川島さん、僕が今から言う一言に対してのレスポンスが一番早かった人っていけます？いやいや、一番ってあんの？いやいや、一番僕が言うことに対してすぐ答えてくれる人が多分いると思うんで、うん、いいですか？その人？いいですか？みんな待ち構えてる。ちょっと見ててくださいよ、うん、いいですか？僕が言った一言でレスポンス一番早くコメントしてくれた人が多分当たりなんで、後日来なかったら、ユナイテッドの川島っていうものに、クレームをお願いします。じゃあ行きます。いいですか？鹿児島のうさは誰だ、来るか。何さん、ど来た来た来た、ま、無視、みんなで無視、もしかして今日は島美人で、チームワークです、来た。誰、何さんか、ミッツさん、ミッツ03103来たね。おめでとうございます。ミッツ03103。じゃあこの問題の正解は、皆さん面白かったんですけど、はい、早かったということで正解にします。おめでとうございます。すごい。で、ラストまだ問題があるんですよ。もう一問。これまたね、いける？いい？いっていいの？大丈夫？いい？大丈夫？巻きで。これ、また写真でなんですけど、はい。徳重剛の涙の理由はっていう、はい。こういう問題です。徳重剛の涙の理由は、この写真を見て、はい。お願いします。いや、誰か。鹿児島のエサーって言った後にタウンワークです来てる人がいますね。違います、申し訳ないですけど。すごい。でもありがとうございます皆さん。この写真今、表示されている写真を見て、徳重剛の涙の理由は何でしょうっていうね、はい、こちらですね。問題はじゃん、はい、こちらを見てぜひお答えください。ちょっと見えますかね、曲がっちゃってますけど、うん、はい、これ見えましたね。はい。徳重剛さんの涙の理由はこれですね。はい。何でしょう。お、どんどん来てる。面白いね、皆さんね。田上館長いてよって。やめてください、もうそんな。はい、はい。どんどん来てる、すごい。おい、やださん、お金がねえ。確かに間違ってないですね。すごい、タナさんと同じ髪型にしろ。 J3 入会決まってコメントしようとしたらこれで、すごい、コメントが早すぎて読めない。玉ねぎを切ったから。あ、面白い。健康診断の再検査だってきてます。面白いね皆さん。またほら、同じ人がパンツ履いてくると忘れたって。ノリ帰ってきてだって。いや、それは思いますけどね。タロさんの息が臭かった、そんなことないですよ。やめてください。ねえ、本当に T シャツ当たったって来てる人いますよね。フォワード引退会見。ああ、なるほどね、さっきの問題から。じゃあ行きます、そろそろ答えの方いいですか。どうしよう、答えは。徳重さん一番面白かった人でいいよ。いいですか。じゃあ、僕が選んでいいですか。うん。じゃあ、コメントめっちゃ来てる。泣いてる、涙の理由でしょ。うん。ちょっとスタッフからも押してるって言われてるんですけど。どうしよう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 。どうしよう。僕はね、なんか健康診断再検査がいいと思うよ。ああ、そういうことですね。あ、じゃあわかります。どなたが言ったか。かはいはい、わかるみたいですね。じゃあ。健康診断再検査だーっていうコメントを書かせたのが正解です。ありがとうございます。すごい、当初こういう予定じゃなかったんですけど、本当に僕も一応回答答え考えたんですけど。本当の答えはちなみにこの涙の理由。この会見の前に食べた担々麺辛いなーだった。いやいや、やめてください。違うじゃないですか。違うぞ、この会見は、J リーグ入りが決まった時に、僕は見に行くつもりなかったんですけど、見に行って一番後ろの席、記者さんがいる中で隅っこの方に座って見てたんですよ。嬉しかったんで、決まったのが。で、僕と徳重さん目が合って、その瞬間徳重さんがブワーって泣き出して近くに寄り添ったっていう。はい、違う、俺はマンションへのね、担々麺が辛かったんだ。違う目に来てたっていう。本当ね、涙を嫌う男ですから、はい、そういう徳重さん泣きましたからね。何回か、年に1回2回泣くぐらいの人なんで、はい、貴重な涙をここで見せてもらったっていう、はい、はい、ありがとうございます。で、
あと一つデザート、デザートをここでご紹介しようかなと。はい、もう選手は見てないでしょ絶対。もう多分ね、あの秋っぽい選手が多いので見てないね、もう選手はね。ここでデザート、はい、ご紹介したいと思います。楽園ガーデン、農園ガーデン、あ、ごめんなさい勝手に名前変えちゃいました、申し訳ないです、すいません。農園ガーデン、そらさんの、楽園のジェラート、だから楽園って言ってしまったんですね。農園ガーデン、そらさんの、楽園ジェラート、これ400円みたいです。え、マジ？はい、今回はちょっと値段を分かった上で食べていただいて、え、判定してもらおうかなと。味を400円みたいです。このはい、こちら、はい、今カメラでお見せしてるジェラート400円、どうでしょう。じゃあ徳重代表から美味しい以外の言葉でコメントを言っていただきましょう。あ、すごっ、うん、どうでしょう。多分その農園ガーデンさんで作られてる多分果実がすごい入ってるんで、なんていうか甘ったるくない爽やかな食感がこうグワッと広がりますね、口の中に。確かに、あ、めちゃくちゃ美味しい。あ、ていうかの、なんか後味すっきりってすごい残りますなんだなっていう感じ。あ、すごい。え、お世辞抜きで言っていいですか。なかなか難しいじゃないですか、コメントを伝えるのって。こう食レポというかフルーツを食べてる感覚です。え、まさにフルーツそのものを食べてる感じ、ね、そのものを食べてる感覚の、ジェラートです、うん、そしてなんと今日はですね、どうぞ、はい、カメラに映ると思いますけど、こんなものが、はい、これ何だと思います、わかります。そうです、いちごです。はい、このいちごはこれも、はい、農園ガーデン、そらさんからご提供ということで、もうジェラートだけでもすごい締めにぴったりでしたけど、見てください、この赤々とした。いや、今ちょっと見せてくれたんで、はい、ぜひ、はい、自分で撮っていただいて、じゃあせーのでいきますか。せーので言って、顔と比べて、はい、徳進さん、じゃあ食べてください。どうですか、どうやって比べたものが分かりやすいんだろうもう大体徳正さんの顔で分かるかもしれないですね。分かります、この大きさ。そう、鹿児島県阿久根市にある、観光施設農園ガーデンそらさんより、いちごをご提供いただきました。農園ガーデンそらさんには主に、恋みのりという品種を、栽培しており、大粒で粒揃いがよく、香りが強いのが特徴です。どうですか匂いは。いや、もうね、今日部屋に置いてあったんで、すごいいい香りしてたんですよ。あ、そういうことですね。部屋中にこれがもう、なるほどなるほど、これが例の匂いのあれだったんですね。で、食べちゃいましたけど、ハートの形をしてるらしく、はい、あ、確かに、旦那さん、はい、で、いちごを通して託された思いが叶いますようにという願いが込められているといういちごです。アクネの農園ガーデンそらさん、1パック540円、お、安い。で、販売しております。また施設では、ガーデンの中のいちご狩りと題して、ただいまいちご狩りの好評開催中、いちご狩り今やってるみたいですね。はい、なのでぜひ皆さん行かれてみてください。5月の、6日まで、6日まで、されてるみたいなので、ぜひはいちご狩り行かれてみてください。それで皆さん、あの密接とか、そうですね、距離をしっかり保った上で ね、 そうですね、楽しまれた方がいいと思いますけど、ルールは守りながら、楽しむとこはしっかり楽しんで行かれてみてはいかがでしょうか。でも本当、はい、なんていうか酸っぱすぎないというか、本当甘みがすごい広がりますね、うん、これ。じゃあ阿久根から来てくれて、ユナイテッドのホームゲームで、スタグルとして出してくださってるわけですね。このジェラートを、スタグルで、はい、スタグルでは出してくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。本当美味しい。美味しいですね。え、フルーツ食べてるみたい、本当に。あ、でも本当にすごいですね。ハートの形してます、いちごが。これ、わかんないからちょっと幸せがね、舞い込む感じしますね。すごい、わかんないから、すごいハートの形してるんですよ。これ見えないでしょ、今見えてない人はぜひ農園ガーデンそらさんに行かれてみてください、お願いします。わぁ、美味しい。
え、これでいくらですか、はい、これで、ジェラートは400円、うん、で、いちごの方は、560円ですかね、はい、これで560円で、あ、540円でした、まだ安かった、540円、安い、はい、ということでした。で、食べてますか、なんと読んでますか、はい、え、でもあれじゃないですか、飲ん方を見たって言ってたら安くなんじゃないですか、これなる、なんない、本当に、あ、本当だ、すいません、ごめんなさい、僕は忘れてました。農園館のそらさんで、鹿児島になってて FC のこの飲ん方を見たっていう方は、あの、言って言っていただくと、400円のジェラートなんと50円引き、アクネで、はい、アクネのアクネで、言っていただくと、アクネの農園ガーデンそらさん言っていただいて、ユナイテッドの方見ましたって、今見ましたって言ってもらったら50円引いてもらって、350円でジェラート食べられるみたいなので、ぜひ行かれてみてください。ありがたい、すごいっすね、嬉しいっすね、おいしいって言っちゃいけないんでしょこれ。いや、いや、言っちゃ、僕はちょっと勝手に作ったルールだったんで、でもおいしいのはみんな多分分かってるんで、うん、はい、具体的に、うわ、つつさんから、はい、何を言ってんだ田野さんはってコメントが来てる。つつみ昨年いた堤選手から何を言ってんだって、で、大西翔吾からは最後まで見るコメントなっていただいてます、ね、あ、コメントで、最後まで見る、ありがとう翔吾、もうカヤネマと、ポゲッチと多分ジョン・ガブリエルと、ニュートは見てないですかね、もう見てない、さっき名前出たから多分見てないです、うん、大西翔吾は最後まで、そういう男なんですよあいつは。いいね、そうなんですよ、男気あるね、そうなんですよ。で、子供たち見てるかな分かんないけど、もしお父さんお母さんのこう配信を一緒に見てたりしたら、サッカー少年とかサッカー少女、大西翔吾っていう選手今見てますけどね、すごいんですよ、誰が見てるか見てないが、努力して次の日の練習のために常にいい準備をする男、うん、みんなもそうなんですけど、特に大西翔吾すごいっすはい、そういうこう人としてっていうところ、カヤも見てるみたいです、ごめんねカヤ、早く来いもう着くよってさっきコメント来てましたけどね、どうなんだろうね今ね、カヤ沼どの辺に走ってきてるんですかね、もしかしたら、確かにカヤ沼見てるってすごいね、他にもほら誰さ、あ、寂しい、カヤ沼から寂しいよって、ごめんね、こちらも寂しいよ徳生さん寂しいよって、ほら言うだけの男かって言ってますよ、カヤ沼さんね、いつもでも YouTube 撮り行くじゃないですか、うん、YouTube 撮り行くといつもね、カヤ沼選手が心よく面白いことをやってくれるんですよ、うん、ありがたいよね、そういう人がいてくれるっていうのはね、こういう場でしか言えないですよ、カヤ本当ありがとう、ありがとう、感謝ですよ、カヤに乾杯、カヤに乾杯です、カヤに乾杯、乾杯カヤ、ありがとう。でね、そろそろね、そう、そろそろなんですけど、その前にちょっと、トップチームが活動休止っていう形になってしまって、で、僕 YouTube やってて、キャンプ終わってからとかたくさん素材を撮ってたんですよ。なのでこれからその、キャンプ終わりに撮ってた素材で、皆さんにもっと楽しんでもらえるように、選手をもっと知ってもらえるようにって感じで、YouTube の方上げていきたいと思ってますんで、そちらの方ちょっとまた楽しみにしていただいて、選手と身近な距離でこういられるような感覚を僕が届けたいと思ってるんで、またそちらの方も見ていただけたらありがたいです。はい、特集代表官、じゃあ一言まずお願いします。本当ね、緊急事態宣言全国に出ましたけど、ここで本当に暗くなってね、こう気分がめいってしまって、もうね、まあ、そういうことが一番この、まあ、リスクというかね、本当に世の中を悪くしていこうだと思ってますんで、はい、本当やるべきことはやる、ただ我々、明るく元気に皆さんをしていきたいなと思ってますんで、我々できることはガンガンやっていきますんで、はい、これからもみんなでね、できるだけ早く収束できるように今やれるべきことをやっていきます。そうですね、はい、皆さんと共に、はい、やっていければというふうに思っております。はい、はい、もうちょっとすごい寂しい感じで、寂しいですね、1時間って早いなってちょっと思いながらでしたけど、はい、これ5時間ぐらいできないそれはちょっと、はい、インスタグラムの大元の方に、あ、そうなんですか、はい、交渉してみてください。もうインスタは1時間っていう感じなんで、そういうことがあるんですね、なるほど、っていう感じで お送りさせてもらいました。ちょっと、はい、いろいろ至らぬ点とかもあったかもしれませんけど、
まあ、こういう形で皆さんに何か明るい話題をということで届けられればと思い放送させていただき配信させていただきました、はい。本当にみんなと一緒にコメントもたくさんいただいて、共有できたことを本当にありがたいなというふうに思ってます。お、レイも見てるって。お、レイ最後の方だけ入ってきたな。名前呼ばれたいがために違うレイ君ありがとう。レイ本当ありがとう、ね、米澤レイ選手ね、令和のレイがついてるレイですからね、はい、ありがとうございます。ということで、はい、ちょっと寂しくはありますけど、はい、ここで皆さんとお別れとなってしまいます。で、また今回コメントいただいた皆さんも本当にありがとうございました。で、また好評だったらですけど、もしかしたら3件目あるかもしれない。はい、おそらく多分企画の川島くんが3件目を皆さんのコメントとかいろんなこう反響を聞きながら、また企画してくれるんじゃないかなと、徳重さんと僕で密かに願いながら、今回の2件目とさせていただこうかなと思います。じゃあ最後はいいですか、はい、いつもの頼む豊かな締め方で。何ですか、そんなのそんなのあるんですか。ありますあります、はいはい、せーのでやることがあるんですよね、はい、僕がいつも言ってる代名詞、はい、漢字2文字、はい、はい、いきます。これで終わりですよ、いいですか。じゃあ、ユナイテッドの方、せーの、感謝、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆さん、お元気で。3件目ありますよ。